米の輸出を取り巻く現在の状況についてこの動画でご説明いたします。現在日本の人口は2010年をピークに減少局面に入っており、また1人当たりの年間消費量は2017年の時点でおよそ 54kg と1965年頃のピーク時から半分以下に減少しています。国内消費量の減少に合わせて美味しく高品質な日本のお米の生産を減らしていくのはあまりにももったいないですよね。その一方、海外では日本食レストランの数が過去10年間で5倍と急激に増加しており、2006年の時点ではおよそ 2.4 万店でしたが、2017年にはおよそ 11.8 万店にまで拡大しています。さらに2013年に和食がユネスコ無形文化遺産に登録されるなど、海外での日本食に対する関心が高まっていることも事実です。このような状況を背景に、現在海外に向けて多くの事業者が輸出に取り組んでおり、海外のスーパーでの小売販売や外食店での使用などの取り組みが広がっています。それでは実際どんな風に海外で日本産米が売られているか見てみましょう。こちらのおむすび専門店は香港におよそ50店舗展開しており、昼時には店の前に行列ができるほど現地の方に大人気です。こちらのオーストラリアの日本食レストランでは、日本産米を使うプレミアムのお店として人気があり、大変にぎわっています。小売は現在海外の日系スーパーでの販売が中心ですが、現地系スーパーでの取り扱いも広がっています。現在の日本産米の輸出状況は、2018年のデータではお米、あられやせんべいなどの米菓、日本酒の3品目の合計で2018年には304億円となっています。日本産の米の輸出量は毎年伸び、2018年には1万4000トン弱と2010年の7倍にもなっています。その主な輸出先国は香港、シンガポール、台湾などのアジアのほか、アメリカやオーストラリアなど多くの国に渡ります。2018年5月には中国への精米輸出の指定施設が追加登録され、11月には新潟県産精米の輸出が解禁されるなど、どんどん輸出に取り組みやすくなってきている状況です。日本食レストランが拡大している中、日本産米だけでなく、アメリカ産、中国産、オーストラリア産、ベトナム産のお米が輸出消費されていますが、日本食に合うのはやっぱり日本産米。輸出を始めるなら今が絶好の機会です。